今日はプレコンセプションケアについて詳しくお話しします。プレコンセプションケアは妊娠前の適切な時期に適切な知識や常識を女性にそのパートナーに提供し、将来の安全な妊娠・出産のための体に対するケアのことです。妊娠を希望する女性では、妊娠前からの適正な体重の維持や栄養管理が重要であると考えられています。なぜなら、お母さんの体重が生まれてくる赤ちゃんの体重に影響し、そして将来の病気のリスクにつながるということです。例えば、妊娠前の痩せは早産や赤ちゃんが小さく生まれる低出生体重時を増加させます。赤ちゃんの出生時の体重は子宮内の環境とお母さんの栄養状態を反映しますが、赤ちゃんの体重が 2500g 以下の場合、将来の糖尿病や高血圧、心血管病になる危険が高くなることが分かっています。肥満の状態で妊娠すると、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの妊娠中の合併症が増加します。そしてお母さんが肥満の場合、生まれてくる赤ちゃんは将来的な肥満や高血圧、糖尿病や高脂血症などの発症が多いことが分かっています。最後に喫煙とアルコールについてです。妊娠中の喫煙は流産、早産、赤ちゃんの発育に影響を与え、また生まれた後には乳幼児突然死症候群の危険を上昇させると言われています。また妊娠中のアルコールについては、赤ちゃんの奇形や生まれた後の注意欠陥多動性障害、学習障害といった異常をもたらすので、全妊娠期間を通してアルコールの摂取はやめた方がいいでしょう。プレコンセプションケアは女性中心に行われることが多いのですが、男性パートナーにおいても重要であり意義があります。喫煙、過量のアルコールをやめ、健康的な体重を維持することが大切です。皆さんも自分の健康に関心を持ち、将来に向けて考えていきましょう。